はい、では、次はバラライカを歌いたいと思います。バラライカというとロシアの方の、楽器というふうに、なりますが、この曲は、ロシアの歌ではなくて、リンドーニンクの方を作られた、藤原和義さんが、作られた歌で、日本の歌です。私たちも、学生時代に、よく歌いました。非常に苦しい仕事に疲れても、ね、元気が出る、調子のいい歌ですので、ぜひ一緒に歌いましょう。バラライカ。